最近のですね、まあ競馬の世界で、まあ、私特にその立東とかをですね定期的にちょっと行って調教見させてもらったり、いろんな、まあ、調教師の人とか、まあ、女子の方とお話もさせていただきながら、いろんな皆さんのお話を聞かせてもらっている中で、まあ、最近特に、まあ、バイツー出身のですね、調教師ですとか女子とかが、まあ、多いのもある影響もあるかもしれないんですけども、そういったこうソロ走る前にですね、各馬場の中で少し馬をほぐしてみるのにいろんなことをやってみたりっていう流れが若干見受けられるのかなと思います。その中で、まあ、非常にこの馬術という言葉に対してですね、非常に、逆に言うと敏感に、逆に言うとアンチだったりですとか、少しこう馬術なんて関係ないよっていう話の方がともお話をさせて、もらってもいます。もうその部分でですね、この競馬術通信にも書いてあります、馬術と競馬は関係ないというクエスチョンマークあるんですけど、まあ正直言うと関係があるかないかっていうのはまた話は別としてですね、ちょっと間違った方向に行った馬術と競馬は関係ないんじゃないかな。逆に言うとですね、馬術、俺馬術できるんだよ、俺馬術経験者なんだよっていう形でですね、それを、まあ、過信にですね、若い育成馬にそれを応用して失敗してしまう、まあ、失敗よりもこれから話してきますけど、そういったことも逆に見てる人にとってはですね、やっぱりこうアンチ馬術、馬術はいらないっていう風な考え方になるんだと思いますよね。ただ馬術という言葉が先行してですね、まあ、この先出てきますけど、屈倒したりですとか、丸くなって動いたりっていうことが、なんか馬術っていうイメージにどうしてもなってしまう。これ昨年もですね、馬を使いながら話させていただいたんですけども、そういった方向に行ってしまうのが非常に怖いなという部分で、少しお話をさせていただきたいと思います。はい、まあもともとはですね、この、まあ、皆さんスライドありコピーしたのありますので、もしよろしければ顔を上げて、スライド見ながら一緒にお話聞いてもらえたらなと思います。競走馬と、まあ私がやってるバーババイスとの話になっていますけど、明らかに違いますよね。速く走る競走馬とゆっくりです。逆に言うと、ちょっと後でバーバイスというのを、動画でちょっとだけ見てもらいますけど、違い、これだけの違いがあると思います。競走馬は速く走る、バイスは収縮する。まあ、競走馬の場合、特に皆さんが携わる、若い馬の場合はですね、非常にその調教する期間も短いですよね。でバイスの場合は調教する期間長いです。我々20歳もしくは20歳過ぎまで、まあ、調教する場合もあります。で、ここに出てきます、過度の歯ブケは必要ない、必要ないですよね。歯ブケ必要ない、これも後で話をします。で、まあ、コントロール最小限で闘争心維持、大丈夫です。馬がこう走る気持ちをですね、なくしてしまうまでの歯磨きというのが非常に危険なんだなというふうな話をしたいと思います。で、まあ、一方バイスの方は完全な歯磨きが必要、もうほぼ 100% のコントロールに置いていきます。ただ、まあ、今後ですね、この違いをこっちからこっちにどういうふうに使えるかなというところだけをこう話していければなと思います。まあ、馬をですね、調教していく上で、問題になる部分っていうのは、まあ、いろいろあると思います。これは馬術であっても競馬であっても同じですよね。コントロールだったり、まあ、要は前後の馬のバランスだったり、まあ、馬体の柔軟性、左右の歪みだったり、右左全く同じ、右手前左手前同じ感覚の馬って非常に少ないですよね。それと同じようにそういった部分での、まあ、これも最後の方にちょっとお話します。で、まあ、気象面、まあ通常いつもいる場所だったらおとなしいけれども、ちょっと環境変わったらもうパニックになりますね。そういった馬もいたりします。その他もうもろもろいろいろ馬の数だけ、問題があったり、
するんじゃないかなと思いますので、この辺は、皆さんももし思いつくことがあればですね、自分が今まで経験したものがあれば、あのそこに記しておくことっていうのは非常に大事です。それが、僕らの財産であり経験になるので、こういった癖のまだこうだったな、じゃあこうしてみたらこうだったということはですね、ぜひあの体でもちろん覚えてると思いますけれども、いろんな記録として残していくことっていうのはすごく大事なのかなと思います。そして、まあ、これはあの私のシンプルな考えなんですけれども、馬がやる仕事と騎手がやる仕事っていうのを明らかに分けるようにしています。まず、馬の仕事、前に動くことですよね。これ競馬じゃ第一前提です。もしくは馬術でも同じです。馬が自分の意思で前に行くっていう気持ちを持ってるってことですね。ケットバスをひっぱたく、出ないと前に行かないっていうもの、まあこれもまた別の話になっちゃいますけど、こうそういう部分では前に行くのは馬の仕事で、これがまああのセルフキャリッジにつながってくるんですけども、馬自身のですねバランスは馬自身が保ってほしいんですね。これも馬の仕事と私の考えではしています。それと馬は騎手の浮上に対して反応する、止まれって言っても止まらない、行けって言っても行かない、これはもう馬の仕事を放棄しているのと同じです。その場合には人間は何かしらの対処をしなきゃいけないと考えることですね。それと今度は騎手の仕事です。騎手の仕事は馬の動きに同調追反して、邪魔をしない、これは歩みが長かろうが短かろうが同じだと思います。まあ、要は自分の自身のバランスは馬の上で自分自身で保つ、それが手綱が実は自分のバランスを保つために役立ってたっていうことに関しては、これも馬の口にもうすでに鈍感にする一つの要因になっている。実は馬に手綱をある程度コンタクトを捕まってないと自分のバランスが保てないっていうことは、これも馬に助けてもらっていることになります。ですからあぶみ2つだけで、まあ、皆さんの場合特にですね、僕らはシートもありますけども、まあ、皆さんもちろん調教上シートを使うかもしれませんが、究極走ってる馬のあぶみの2ポイントだけで手が0グラムでも自分のバランスが保てるかっていうことは、これも大前提だと。それに対するトレーニング云々というのはまた別な話になってきますから、今日はちょっとしませんけれども、それと的確なタイミングで浮上を出す、先ほど言ったこれ止まってゆっくりしろ、よし行けいいよ待て、こういうことですよね。シンプルにもう僕の中にはもうこの分けることをですね常に頭のどっかに置いています。ですからあれ俺これ馬の仕事手伝ってないかなとか、俺馬のやるべき仕事なのに、俺一生懸命やってないかなっていうことをですね、常に考えるようにして、いやこれは馬の仕事なんだから馬自身にやってもらおうっていうふうに、こう仕事の分担をですね完全に馬にしていくっていうことだと思います。まあ究極、大事になってくるのはやっぱり馬自身のバランスは馬に保ってもらう、これがセルフキャラクター。でとせっかく馬が自分でバランス保ってるのに、そこにしがみついてしまえば、人間がしがみついてしまえば、それを全部壊しちゃうということにもつながってきますので、こういった、まあ、シンプルにですね、もっと本当はあの細分化すればいろいろ出てくると思いますけど、こういった形で馬との人とのこう仕事を分担していくということが、頭の中でできていることが大事かなと思います。まあ、あのはみ受けっていう話になってきました。この辺でですね、はみ受けの考え方自体がいろいろあると思います。我々が考えているはみ受けと、私がその考えているその競馬競走馬に関して、育っていく馬たちへのはみ受けという部分では大きく違ってくるかなと思います。まあ、今日はあのそういった競走馬関係の方が多くいらっしゃるので、どちらかというと乗馬の視点からじゃなくてですね、競走馬育成馬に対する視点のからの話になると思いますので、まあ今日ですね、まあ乗馬関係の方もいらっしゃるかもしれませんけれども、ちょっとこう競馬の競走馬のイメージでお話聞いてみていただければなと思います。
で歯磨きってすごく重要だなと思うかもしれないんですけども、これも簡単に考えると歯磨きと、バランスどっちが大事なのって言ったら絶対バランスだと思うんだよね。これを歯磨きありきで考えていくとすごく怖いことに結果になってしまいますので、私が思い、これはもう上部も同じです。何が大事かって言ったら絶対バランスの重視だというふうに頭にどこか置いておくべきかなと思いますので、ちょっと皆さんお配りしたものにはこれ書き入れてないんですけども、この歯磨きとバランスの関係、第一にバランス、その次に歯磨きがあっていいんじゃないのっていうような考え方があってもいいのかなというふうに思ってます。で、一つですね、歯磨きの話に戻りますけれども、もし歯磨きっていうのはしたとしたらどういうふうな効果があるのかなっていうところですね。まあ、歯磨き自体のその話はもう少し後でしますけれども、歯磨きのイメージ皆さんいろいろ持ってると思いますけど、まあ、馬が基準歯磨きを受けた時にはどういう、まあ、これ馬術的な視点からですね、騎手の要求を受けやすい馬の体勢を作るということですね。歯磨きを受けていれば待て、よし、譲ったら行っていいよ、もう少しどうしよう、トップラインを長くしよう、これも全部だって、まあ、こっちですね、トップラインを、トップラインというあの首の上の部分ですねを丸くすることによって、まあ、背中だったり、これも後で、スルーネス、透過性の部分で話をしますけれども、背中の柔軟だったり、コークが動きやすくなったり、要は馬体下に入ってくる体勢になりやすいということですね。で、まあ、人馬間で、まあ、半減脚、これまたちょっと面倒くさい言葉ですよね、ハーフフォルトって言うんですけど、まあ、そういったこれ馬術的な話です。収縮を目指していく馬術においてはこういった方向になっていく。で、最終的には騎手が、自由自在に馬をコントロールするっていう馬術の世界においては、こういった歯磨きが非常に重要になってくるのかなというふうに思います。まあ、おそらく皆さんもですね、知ってるとは思うんですけれども、まあ、馬術って、どういう、馬場馬術ってどういうものよっていう話なんですけど、これはまあ、ちょっとかなり古い、映像ですけど、究極、これはまあ、パッサージュからピアッフェっていうんですけど、その場で、パッサージュからピアッフェですね、そしてもうパワーを真ん中に溜めて溜めての、これはパッサージュっていう動きですね。要はその、要は躍動感、馬にパワーが溜まった状態で馬を動き続けるっていう、その躍動感のマッサージですね。まあ、収縮を求めるバイス、バーバイスにおいては、こういった状態も、これもちろんサラブレッドじゃないんですけど、こういった状況までですね、馬をのパワーを馬の体に溜めてくるっていうところまでの作業をします。で、これちょっとこう歩幅を伸ばす運動ですけど、まあ、このままちょっと上に来すぎるんで、歩幅があまり伸びてない、これも失敗ですけどね、伸びてないように見えるんですけど、まあ、こういった、動きをですね、させるのがバーバイスであり、バーバイスのこれはハーフパスですね、横に行かせる運動です。まあ、こういった左右の柔軟性だったりも求められたりします。まあ、これは駆け足運動であっても、これは二方とですね、フライングチェンジですね、等変化、こういったいろんな3種の歩様において、いろいろ、まあ、要はこれ音楽流れてるんですけど、音楽に合わせたフリースタイルの歩幅を伸ばした後、詰めて究極に詰める、まあ、ウエスタンのスピンとは違ってですね、これは駆け足を維持したまんまの、ピルエットですね。こういった部分まで、駆け足のキャンターの中でもパワーを貯めてくるっていう運動をしていきます。これが一歩ずつのフライングチェーンですね。まあ、こういった運動を我々が求めているってことです、求めているということです。まあ、これ全く競馬と関係ないんですけども、後ほどちょっとこの今ちょっと見てもらったイメージをですね、こちらからお話しできるかなと思います。じゃあ、競走馬にですね、求められている歯磨きという部分で、どんなことがあるんだろう、
ということでですね、はっきり、ここで断言するのは、今のバーバイスに、求められている歯向けの体制というのは必要ないと思います。まあ、先ほども最初冒頭に言ったのがですね、ハメ受けっていうのをああいうバイスのバーバイスのイメージもしくは体制だったり形ですね、譲りを求めていくあまりにですね、左右に拳を振りながらですね、馬の頭をぐーって低くしていって、こう要は馬がそれに負けちゃってですね、ハミ抜けちゃう、持ったらスコンって抜けちゃう馬、もちろん皆さん見たことあるだろうし、経験したことあると思います。空っぱ目みたいなことですよね。もしくは舌を出すとかですね、そういった部分で、その形だけを求めていくことによって、このバーバイス求めているものの形だけは本来、そうじゃないんですけれども、バーバイスもそういうことでハミ受けをさせることじゃないんですけれども、競馬の競走馬においてはこれも絶対やるべきじゃないのかなというふうに思っています。ですから必要最低限、まあハミ受けで十分、じゃあ必要最低限のハミ受けって何よという話に、なっていくと思います。で、もう皆さん下向いて読んじゃってますけど、屈倒ですね、うっと譲らせて屈倒させるっていう必要ではなくて、ハミに持たれたりもするわけでもなく、ハミに対して頭を上げたりすることでもなく、要はそれを振ったりして嫌がることでもなく、自らバランスを保って、スルキャリッチしていく、で、騎手の浮上に、対応する体制ということが、求められています。ですので、こういった部分では、非常にですね、競走馬と倍率の馬場馬とのハミ受けの違いというのは大きいというふうに意識していただきたいなというふうに思っています。ですから、まあ、何度も言いますけれども、形だけじゃなくてハミ受けというとどうしてもですね、このハミの首の部分だけですね、馬の首の部分だけをすごくスポットでこう考えてしまうんですけど、本来のハミ受けはもう、もう名前が悪いですよね、ハミ受けっていうね、要は後ろとの関係があって初めて、ハミ受けなので、そういう部分で、まあオンザビットだったりそういった、英語でもそうなんですけど、ハミに首の口の部分だけにスポットを当てるんではなくて、後ろと前がつながって初めてハミ受けなんだよということをですね、ぜひ本質的なハミ受けとして考えてもらいたいなと思います。それで、これですね、セルフキャリッジしない馬のパターン、要はセルフキャッチをしない馬っていうのは、要は自分でバランスを保たない馬のパターンが、2つあると思います。まずは、この統計をですね、上げて頭を、要は上げてですね、背中を張ってですね、後腹が硬くなって踏み込まないっていうタイプの、それと統計を下げてですね、前にバランスを崩して後ろ足が入ってこれない体勢になっちゃう、ちょうど真ん中だったらそれこそ何もする必要ない、それがセルフキャリッジしてる馬ですから、このパターン的にどっちかかなと思って、昨年実際に馬を使ったのはこの両方の馬を用意して、やってみました。ちょっと後ほど動画でもあるんですけども、こういった、どっちかだと思いません、それ以外ってあんまりいないですよね、どっちかに分類されるのかなと思ってますので、まあそれはアバブとビロー、上と下っていう感じで、イメージしてもらえばと思います。で、まあこれ後で話しますけど、統計的に どっちが多いんですかね、皆さんの経験上イメージしてもらうとどうですか、頭上げてハミをガーッと嫌っちゃう馬なのか、それともボーッと頭逆にバランス前に崩して潜っていっちゃう馬ですね、どっちが多いですか。まあ、私が、乗馬の方で、まあ、インストラクターの指導もしててですね、いろいろ回ってくると、私の経験上下のタイプの方がちょっと多くなってきてるのかなと思います。この最近なんでだろうなって思っていると、まあ、だんだんなんかハミ受けっていうイメージがですね、いろいろ皆さん
こう乗馬関係者のインストラクターとかを持ってきてですね、やっぱり形だけにうわっとこだわってきてですね、ハミ譲って丸くなってればこれバイスの調教して成功だな、トッケの進展ができればドロッピングヘッドができれば、乗馬の最初の調教は成功だなというイメージでですね、みんなしこ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 頭低くしてですね、動く馬が出てきちゃってるんですね。それに中にも それをやられて逆に反発して頭上げていく上のタイプの馬もいるにはいます。もちろんたくさんいますけども、傾向的にいろいろ見てて多いのはその前にバランス崩していろんな、なんか拳の作用によってハミ受けでうわーって低くなっちゃってる馬をたくさん見るようになってきて、なおかつこう解決できないのがこっちの下のタイプなんですよね。自分でみんなそうしといて、人間がそうしといて解決できないっていうですね、非常に解決しにくいんです。この説明も後でします。なかなかすごくこう技術があったり、すごくこう長い間ですね、バイスをやってる人でもそうなっちゃって馬、潜っちゃって馬をですね止めらんないとか、引っ張ったら潜っちゃってバランス低くなってもうブレーキ効かないとかですね、もう最終的にラチ向けて止めるとかですね、そんなレベルまでいっちゃう場合もありますので、このどっちかのパターンをこれからちょっとお話ししていこうかなと思います。まずですね、最初にその頭上げちゃうパターンの馬の乗った時のイメージをちょっと皆さんしてもらえればなと思います。要はうわーっと力が入れてですね、こっちに上がってきちゃうタイプですね。この場合皆さんどうしてますか？何かこう上がってきて背中緊張してきてうわーっと前に突き出すとかですね、そういった馬の場合、なんか皆さんの中でおそらく、経験上いろいろあると思いますけど、どうしましょう。まず、まあ一つの考え方として両方の手綱をガーッと持って我慢させるとかですね、上がってきちゃったんだから曲がってくるなっていう感じでですね、こうして成功するという人もいるでしょうし、もしくは何か秘策を持っている人もいるかもしれないんですけど、右左に馬を動かせばそれで馬が力を抜けていくっていうこともあるかもしれませんけど、こういった頭上がってきた時には背中が反ってきますし、この後ろ足もなかなかその体勢で入ってこなくなってくるってい こう悪循環が出てきますので、これは私の方法なんですけど、まあ直線でもちろん、いろいろやることもあるんですけど、どちらかというとこういった大きな曲線だったり、輪乗りの運動だったり、こういった競走馬だったり競馬の世界の皆さん、どちらかというとこうあんまり曲線とか、まあ、角馬場使えばもちろんいいんですけども、特にトレセンの人と話すと、いやなかなかやらないな、逆に波足で直線でたくさん歩くけどその時に何かできることないってよく聞かれます。なんですけど、本当にもうどうしようもない馬って言いますよね。ガーッともうアレルギーになっちゃった馬、まあ、それも人間が悪いんです。僕らが何かしらやるから馬がそういう風に反応するわけですから、そうなっちゃった場合には私はその臨戦というかですね、内方と外方というものを使います。逆に、まあ、これまた話違いますけど、まあ、競馬でコーナー曲がるんだったら内方姿勢じゃなくて外方姿勢回っていく方がですね走りやすいわけですね。もうそういうことをちょっと抜きにしてですね、そうなっちゃったものを修正するとき、私はいつも内方外方ですから、内方逆から馬を外に押し出します。もうそれによって馬が外に、肩から外に逃げたって何だっていいと思いますね。要は、内方うわーっと上がったものに対して、これ外方手綱ですね。で、内方手綱が自由に使えるようになるわけです。わーっと力入っちゃって馬に対して両方の手でグーッと押さえつければ馬もそれが苦しくて、それに対してまた来る喧嘩になるわけですよね。喧嘩にならないようにこう馬と駆け引きしていくのに、僕が使う方法としてはこの上がったものに対して内方から外に出して、馬が上がったものがもう物理的にこう上がりにくくするわけですね。ですからうわーっと上がったら内方から外に押し出してこう首が曲がるような環境を作るわけですね。
それによって、まあ、外ホット内ホットの手綱との今度はやり取りになります。これによってですね、まあ、ちょっと言葉だけで実際にその使ってるわけじゃないんですけど、馬が頭が内側に向ける環境を作ってやるということですね。それによって上がりにくいもんだから、馬は一回下を選ぶ瞬間がほぼあります。力の加減という子牛の加減というのはあると思いますけど、ほぼどこに行けばいいんだろう、あでも横にずれていく、で下に選ぶ瞬間というのは必ずあります。これを我々がキャッチしなきゃいけない。でこれちょっと感覚的な話になりますけど、ものすごい、まあ、僕本当にいろんなものをやってきたんですけど、こうふっと譲る瞬間がないやつもいます。これめちゃくちゃ厄介なんですけど、要は僕らの中で馬が譲ってこなかったら俺らの拳は譲らないっていうふうに、思う人もいると思いますし、それもある意味正解だと思います、手としてはですね。でもうわーっと待ってこういう体勢を作ってもまだ頑張る馬に対してプレッシャーを与え続けていってバッカーンって言っちゃうこともなくないですよね。これ皆さんもしかしたら経験あるかもしれないですけど、特に繊細な若馬だったりサラブレッドだったりするのは、僕らが扱うヨーロッパの馬だ、ヨーロッパの馬も今頭軽くなってますけど、そういうパターンにですね、要は追い込んじゃうんじゃなくてですね、うわー来た、うん、と思って馬譲ってこない、だけどプレッシャーを与えてるんですけど、それをふわってやめちゃうんです。うわーってプレッシャー上げてふわってやめちゃうと、まあ、馬もそれに抵抗してたのに、あれ肩透かしです。馬にとってはあれさっき俺だって抵抗してたのに、もう何いいの、その子牛と俺と喧嘩しないのっていう意味でですね、ふわって馬も僕らが譲った後にふわって力抜ける瞬間が大抵あります。なんで、その瞬間をですね、やっぱり作り出すことによって、ファッて譲った時にこちらもまた譲ったものをこれ尊重してあげないといけないですね。尊重してそれをその気持ちを助長させていってですね、使った力入れた、あ譲らねえなこいつ、またフッてこうやめてやる、またすぐ使うわけです。でもやめてまたすぐ使うわけです。でまたやり合って馬がガーッて力入る前にまたちょっとやめるわけです。そうしていくと馬も今度喧嘩しなくなっていくわけですね。やり合う前に力抜けていくような感じになってくるんですね。 なのでその雰囲気を利用するっていうかですね、大体その形で、まあ、全部とは言いませんよ、だけども本当に使っても使っても譲ってこない、もしくはもう対こうハミに対してのこう拒絶感というのは本当にいろんな馬がいるので、そういった繊細な部分でですね、僕らも繊細な手を手段を持っていく感覚ですねを持っておくべきなので、そういう意味では右左にギコ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 してやるっていうことは、これうまく考えてないですよね。右左それで下がるかもしれないんですけど、馬何にも考えてないのでまた上がってきます。でまた右左また考えてないので、物理的に朝下げられただけなのでまた上がってきます。一生右左をずっとギコギコしてなきゃいけない馬になります。ですから、なぜ抜き差しがいけないかって言ったら、馬納得してないからですね。ですから、わーってやり合う、ふーって言うと、あ、ここ楽じゃない、また楽じゃない。馬が自分でそこを選択していけば、馬はもう上がってこなくなる。ですから、馬に選択させる、いやいや、要は馬の1枚も2枚も上行ってですね、馬に選ばせるっていうような、こっちのライダー、騎手のですね、意識にを持ってですね、そういった馬と真正面からやり合うんじゃなくて、ちょっとこうサイドから続いて、で、馬をこうどこがいいか、どこが楽か、どこが快適か、まあ皆さんご存知の通り、まあ、安全と快適を求める動物ですよね。その快適をですね、のスポットを下にあるんだよっていう部分を作ってあげる、導いてあげる。その導き方が今言った、本当にやり合わなきゃいけない。そう簡単にですね、ふっとこれで
譲ってくれるんだったらいいんですけども、最悪のケースの話をしてます。最悪のケースの場合、思いっきり力使って、もちろんパワープレイではありますけれども、パワープレイだけになって馬がもっともっとパニックになったり、もっともっと強くなったりすることを避けるためには、あーってやめてやるっていうですね、なんかこう肩透かしを食らわしてですね、実はこっちの方が楽だよっていう部分をこっちが作っちゃう、そっちの環境を作っちゃって、そっちに馬を当てはめていくっていうような感覚な、ごめんなさいね、ちょっと感覚的な話で、ただ皆さん馬を乗ってらっしゃるので、想像はちょっとつくかなと思いますので、ある意味それがまあ僕らがこういう馬術感覚っていうものになっていきます。これの繰り返しでですね、いろんなタイプの串向きの悪い馬も良くなっていきます。で、最終的にふわっと下を選んでくるわけですね。そしたらトップライン緩んでいきます。そうするとやっぱり背中もうわんと動いてきて、背中が動くっていうことは、まあ後ろ足も入ってきやすくなってくるよっていうところに最終的に持っていきたいっていうところですね。はい、ちょっとですね、これでどうだ、こうか、見ての通り頭上げちゃう馬の動画です。この馬ですね、ちょっと小さいんですけど、サニングデール、サニングデールっていうサニングデールの産駒で、ちょっと後ろの方で、まあ、発語だったのかな、なんか分かんないんですけど、小さい出ちゃった馬で、この馬非常に心が病んでました。なぜかというと、まあ、お恥ずかしい話なんですけど、うちのこうアトラクションのですね、曲芸の部分で失敗しちゃったんです。ですからいろんなことは責められてます。ですから馬牝馬なんですけど、牝馬のものすごい難しい動画が出ちゃってですね、もう誰もが お手上げというかですね、もうちょっともう乗馬としても無理、っていうか危ない。見ての通り、ハミをかけただけでバカーンと頭にいっちゃいます。もしくは立ち上がるし、ひっくり返るともしますので、まあ私結局1年半ぐらいやったんですけど、まあそういった部分、完全に消えそうで消えなかったぐらい、ちょっと根が深かった馬なんですね。で、見ての通りここまでの馬もしかしたらいないかもしれないんですけど、私もこれ最大級です。でこれまあ調教 し始めてるので、よくはなってますけど、どうしてもやっぱり頭を上げて背中を張って、すごく力を、体ものすごく柔らかい馬なんですけど、もう本当にトップライン丸くした時にはものすごい動くんですけれども、やっぱり硬くしてる間はもうストライドも小さいし、体を使わないし、とにかく緊張するっていうタイプの、こういったもう方ですね、ハメをかけようとしてもっていうような部分のちょっと難しいものです。これをまあじゃあどうやってですね、やっていこうかっていうところで、まず、先ほどちょっと言ってた、これこういうような感じですよね。ちょっと持っただけでこう反応を示します。少しやっぱりワドリで乗ってます、輪線を使ってます。で僕は波足ですね、をたくさん使います。波足って僕らが馬にこうしようよ、ああしようよっていうことをですね、たくさんこう馬に通じやすい、動きですよね。ゆっくりだし、僕らも静かに乗れるし、馬も考える時間があるので、私はちょっとこういう強制の場合は波足をたくさん使います。でちょっとずつ早足のゆっくりの動きをしながら行きます。これもちょっと分かりにくいんですけど、頭を内側に向けてですね、こうしてごらん、こっちに行ってごらんっていう風に、先ほど言った、使うけどちょっとやめてみる、ちょっとオーバーじゃないです、これはものすごくオーバーなアクションじゃないんですけども、使うけどやめる、使うけどやめるみたいなですね、ことをもうこのワールドの一周の間に何回も何十回もやります。それによって馬が、下に選択していく、何もコンタクト、馬とのコンタクトがなければですね、馬はもうああ苦しいっていう、もうああはみ触んないでっていう感じで反応してるんですけど、
わざと少し、内側向ける向いたら OK 楽で向いたら OK 楽にするよっていうものすごく繊細な作業なんですけども、それによって馬が下に選択するようにして、動かしているところです。でこれは、波足から少しずつこういったゆっくりの速足でまた行こう、僕ら行こうっていうんですけど、少し波足から、ごめんなさい、速足から波足するときにまたぐわっと力入ってきたりですとか、何かを求めるときにたんびにですね力を入れてきちゃうんですけども、そういうのもそれを使いながらなくしていきます。これもちょっとだけ、そうですね、内側に向けて向いたら、今もう突き上げてますよね。突き上げたら、それに対して僕ら感情的になるんじゃなくてですね、もうある意味ドーンと突き上げてもあまり大きなそのペナルティを与えないべきだと思います。頭上げた、もうこっちも畜生と思って感情的になってガーンって強くやったらもう台無しです。こういう繊細な馬ですね。ですから一つ一つ組み上げていく。もし強くやればドーンと突き上げた後、あ、またあの痛いの待ってると思ってさらにパニックになりますから、僕らは忍耐強くですね、これを解決してあげなきゃいけないわけですね。ですからいかにソフトに、いかに馬が今どう感じてんだろう、今何考えてんだろうっていうことをずっと考えます。自分が馬だったらどうだろうっていうことをですね、乗りながら自分が馬になったつもりでですね、想像していけばおのずと答えって意外と出てきたりしますので、感覚もすごく鋭くなってきたりしますので、そういった自分をですね馬に投影してあげるっていうことが非常に大事だと思います。もうコンタクトなくなっちゃうと、もうこういう状況になってきますね。今度駆け足ですね、キャンターに入っていくと、これコンタクト持ってない状況のキャンターです。これなんで速く走れるわけないですよね。もうぐーっと緊張しちゃいます。これはもう全くフリーで今持って、こうやって見せるためにやってます。ですからもう本当にかわいそうな感じで、これも人間が作り出してしまったものなんですけれども、こういったハミを嫌うタイプの馬に対してもですね、もう一度、これも反対手前ですね、頭上がっていって持ったら頭上げちゃう、持ったら上げてもらっちゃう、こういったタイプの馬に対してもまたですね、ゆっくりゆっくりそのコンタクトを持ちながら駆け足キャンターしながらですね、波足でやったその駆け引きと同じことをキャンターの中でもやります。波足にはこう、早足にはこう、キャンターだったらこうっていうことじゃなくてですね、波足でこう馬と駆け引きして譲らせるような感覚を持たしたものを早足、これの早足でも同じ感覚でやります。でキャンターになっても同じことをやります。この同じことをやるためには僕らはその馬の動きに対して絶対的に影響されちゃいけないので、おーっと波足ができても早足でできなくなるってことは、もう早足だとかその濁の動きに人間が影響されてもう指示が出せなくなっちゃうですとか、キャンターになったら動きが大きくなって波足の時の感覚で馬を同じようにコントロールしてない、状況になるからこそ、波足でしかできない、波足でしかその譲りが作れないという関係になってしまいますので、そういう部分では、キャンターになろうが林になろうが、今キャンターの中でもですね、うわっと力入ってきたとしても波足でやってるように、使って待ってよ、でもこっちだったらいいよっていうように使っていく、こんなイメージですね。これによって少しずつ馬が動きやすい、後ろ足のパワーが背中通って首通ってうなじ通ってハミまで到達しているものをコンタクトして持ってるっていう関係性を少しずつ作っていって、ハミに対しての馬の気持ちをですね前向きに変えていくっていうことをしていきます。これをずっと続けていくとですね、最初のような、バーンという反応は正直なくなってきます。全くゼロになる馬もいますし、やっぱりその感覚に正直にですね当たれば嫌がる馬もいます。こういうふうにですね、それぞれの反応はありますけれども、
保護、これはちょっとひどいタイプの馬ですけども、そういった馬であっても私はその強い、まあ後で出てきますけどハミですとか、強い、まあ、強制の道具ですね、折り返しだったりバランシング連だったりサイド連だったりいろんな道具あると思いますけど私は使わないです。まあ、この本当20年近くこの水六のハミ以外を使って調教したことはないです。こういった馬に対しても使わないです。まあ折り返しのこういうような話は、まあ今しちゃえばですね、折り返したずなとかはこれを強制することはできます。バーンとぶつかったらそこからいけないわけですから。だけどそういう部分で使い方はですね、出てた時に当たるのが折り返したずなだったりいろんな道具なんですけど、それをどんどんそれを使っているのが常時、ま、その道具が効いている状況をどうしても僕ら作り出しちゃうんですよね。であればそれがプツンとハサミで切った時、折り返したずなだったら切った時どうなりますかって、もうもっとひどいことになります。僕らの力以上に作用する道具を使っていて、それがなくなった時に僕らの力じゃ抑えられないだけの馬は反発が出てきます。それを道具だけで押さえつけているからキープできるけど、その道具がなくなったらもうどうか馬は我々の力以上の力で反発してきます。ですから道具ありきの関係性になっちゃうわけですね。そういったことが非常に怖いです。ですから僕は真正面から馬の反応を得られるこの水力手綱と自分の感覚ですよね、こういったものをですね、まずは私自身の自分のレベル的にはまだそこをですね極めてないと思ってますから、馬と自分との関係をまずは感覚としてですね確実なものにして、その先に道具があるのかなと思ってます。ですから私自身はまだ道具を使うレベルにないと思って、この感覚を磨く作業をたくさんしています。まあ道具は使いようですので、道具を使うことを否定しているように聞こえるかもしれないですけど、これは自分のポリシーとしてほぼ調教補助具は使わないで、こういう馬たちの正直な感覚反応というものをですね、大事にしてそれと向き合って何か解決していきたいっていうふうに思っています。ちょっとこれは、馬黒くてまたちっちゃい馬なんですけど、あ、ごめんなさい、こっちがサニーグリッドレーブだ、さっきの馬はブラックバチアなんで、こっちがサニングデールですね。これ見ての通り首差し低いですよね。この後出てくる馬のなんですあの話なんですけど、ちょっとこれ後ろに入っちゃって、今度はバランスが前に、崩れてる時の馬の映像です。これは、低くなりつつある馬ですね。 もともと首差しが低い馬って言いますよね。バランスが低い馬、もしくは先ほど言ったようにハミ受けはこうだよ、丸くなればいいんだよっていう形でどんどん低くしちゃう、丸くしちゃうことによってハミ受け完成だけど実はバランス戻ってきませんっていうような馬もいます。要は先天的にバランスが低い馬、我々の誤ったハミ受けの作用によって後天的にバランスを崩す馬。でも肯定的であればなおさら私これから話すやり方で直しやすいんですけど、急になんかカラオケルームみたいなやつけど大丈夫、あ、止まった。今度はですね、バランスを崩れる馬の話ですね。バランスが後ろ下の方が崩れている場合、これ先ほど言ったようにこっちの方が直しづらいですよっていう話ですね。というか直し方、潜った馬の直し方って明確にあんまり考えたことないかもしれませんし、明確に分かんなかったりしますよね。なんでこれ、まあ私が感じている話をしますね。で、バランスが前に崩れていれば馬の頭と首の重さが半身へもたれる。まあ、普通の大きい馬だと首と頭だけで100キロぐらいあると思いますよ。
かったことないですけど、でもそれが神に持たれた時どうなります？もう引っ張ってるしかないですよね。だって引っ張らないとどん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 低くなって速くなってくるから引っ張るしかないでしょっていう話になります。まあこれまた後で。で、歩道の伸縮、まあ要は歩幅のコントロールですね。要は競馬で言えばタメを作るとか折り合いをつけるっていう部分が難しくなってきます。で、仕方ないですよ。手綱を強く引っ張るしかない。前にバランスが崩れてきちゃった。で、馬も強くそれに抵抗して、まあ要は我々が持つ手綱にさらに追っかかってくるっていう、これも悪循環の最悪のこうスパイラルです。これ抜け出せなくなったら、ひょっとしたらそれを抜け出せないまま一生終えちゃう馬なんかもいるのかなと思います。でだからこそですね、我々がそこから抜け出して、最初に言った馬の仕事、あなたがバランス自分で保ちなさいよっていうことをもう馬してない状態ですよね。この状態を出したい、脱しさせてあげたいから、じゃあ僕らどうしようっていう話に持っていきます。ちょっと難しい話になってくるかもしれないんですけど、できるだけシンプルに話をしたいと思います。今日は、こういう状態ですね。バランスが前に崩れるダウンという、まあ、このままもともと首差し低いわけじゃないんですけど、まあ、例えばキコ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 、歯磨きをこうだよ、頭を丸く、首は譲ってればこれが歯磨きなんだからこれでいいんだよっていうような形でやってった後天的なパターンでこうなっちゃった場合、じゃあどうやって起こしていくっていう話ですね。まあ要は馬は頭と首の重さ、この100キロを自分で支えてない、これ馬自分仕事してないです。で前駆にかかる負担がかかるわけですね。先ほど言った馬がこの頭と首をどうしたら支えます？自分で起きてこの肩の上に乗っけた時が馬が支えた時ですよね。そこに持ってきたわけです。でも支えてないってことは、前にこの肩に、これ単純な話ですよ、100キロのしかかってるわけですよ、馬の肩に。ってことは、厳密に言えばここにある重心もですね、どんどん前にずれてる。ってことは当然これキャンターしたら速く走るわけです。速く走るけど我々がそれを引っ張って抑えてなきゃいけない関係になってくる。要はもうエネルギーがどんどん行くんだけれども、それを持ってる、これがロスですよね。これが自分で頭を起こして自分でうんと持っていって我慢してくれて、それが、まあ、元気薬って言いますけど、聞けば、これ馬自身が自分で貯めてるんで、人間とやり合って引っ張り合いをする体力のロスにはつながらないですよね。あ、これちょっと話それちゃいましたけど、要は、これは騎手の拳にかかる負担が大きくて、右向いてごらん、ちょっと待ってごらん、こんな操作効かないですよ。もうドワーッといっちゃった場合にはですね、それを維持するのに精一杯みたいなのは、これ競馬に限らず乗馬もあります。皆さんの関係している競走馬だったり育成馬の方がもっと強く作用するんじゃないですかね。僕らがゆっくり走っててもそうなるわけですから、そう引っかかっちゃった場合にはとてつもなく重い力がかかって、まあ、俗に引っかかるんですね。もうどうにもできなくなっちゃう、馬が疲れるまで待つしかないみたいな感じになってくると思います。ですからそういう意味では、これを解決事前にしていきたいなというふうに思います。ですから後部にパワーが結果的に溜まって自分で、セルフキャリッジしてこないという形になっていっちゃうんですね。こういう状況の話です。で、これがですね、正しい、バランスのサイクル、ちょっと理想論から話していきますね。後ろ後肢からパワーがうーっと湧き出しています。それを全身規制ですねが、馬の背中通って気孔を通って、首を通ってうなじに達して、それを反射受けている。これが、要は頭と首の重さを自分で支えているという状況ですね。でセルフキャッチして、その操作、我々が待てよって言った時にそれをうっと受け入れる体勢ができている。
ていう状況がこういうことですね。で、最終的にはこういう形ですね。馬自身が頭と首を重さをさっき言ってました肩の上に乗せている状態、自分でバランス取っていると。で、後駆にふるっと浮上しているので前駆に、重さがかからない状態で、馬の口にですね持たれてないので操作が通りやすいわけですね。うんと使えば待てるし、緩めれば行くしっていう状況に、これシンプルな単純な話ですよ。全て馬そうじゃねえよって言われちゃうと僕も何とも言えないんですけど、こういった方向にでも持っていきたいっていう思いがなければそっちに行かないですよ。で、肝心の、まあ、肝心の話はどこだ、もうちょっと後ですね。どうやって直すかっていう話、まあ、理想論だけ先に、話しておきます。透過性と推進力の流れということで、我々の騎手の脚浮上によって馬の後ろ足がよし前に行くのかなって動くわけですよね。動いたものが腰通って背中通って気候通って首通って頭通って口に行って歯身になって僕らの拳につながっていく。で、拳から肩行って肩から膝に抜けていく、そういうこういう関係ですね。まあ、動いたものをですね頭から首に行って、まあ、それが口まで出ていってそれを我々が受けているってことですね。それにこの循環がもちろん馬、まあ、こういうサイクルの一つでありますけれども、受けている状態が結局バーンと前に行くパワーをこう循環してスルーですって言いますけど、スルーですね、通ってる筒の中をパワーがポーンと通ってる状態のスルーした状態を透過性と言います。さてじゃあ、先ほどのそのアップヒルっていうんですけど、要は馬が起きる体勢、アップヒルってお顔上がっていくっていう意味です。お顔上がっていくような体勢になっていくためにはですね、どういうふうに、浮上しようかっていうことの話になっています。これちょっと皆さん馬に乗ってるちょっと想像して、話を聞いてもらいたいなと思います。これは、また波足の運動から、始めます。逆に言うと波足でも馬がうって飲めるは飲めりますよね。ですけど波足で馬のバランスって改善します。でそれを先ほど言った頭上げる馬と同じように、それをダグでもキャンターでもつなげていくだけの話なので、ベースはまず、馬との波足との関係で少しずつ馬を矯正していきます。で、まず最初にじゃあ飲めちゃった馬どうしようか、どうやって起こそうかって言った時には、ただ引っ張り上げても、これ後でちょっと動画出てきます。僕もたまに拳は使いますよ、やっぱりかかってくるわけですから使うんですけど、さっきは頭上がる馬に対してキコピコキコピコやりました。今度は頭がうわーんと下がる馬に対してどうしよう、拳でカン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 、これキコピコのノコギリの反対、頭上げろ頭上げろ、拳をカンカン当てるわけです。これも同じようにですね、あーって上がって一時的に痛いわけですから頭上げますよね。でも納得してないわけですから、自分でリフトしようと思ってないわけですから、また低くなる、またカンカン、結局それの繰り返し。この頭上げる間にキコピコ左右拳を抜き差しするのと逆パターンの拳を弾くってことですね。きっかけとしてはいいんですけど、ずっとそれで、やり続けなきゃ上がってこない馬になってきます。もしくはその瞬間しか上がってこないっていうことですね。じゃあ常時馬がバランスを起こす本体に入ってきますけど、どうしようっていうと、脚を使ってまずは馬を動かします。これ波足ですので、長い短い関係なくちょっと想像してください。歩いてますけれども、要は通常の波足これで歩いてると楽に馬の背中などですね動かしてあげ、一緒についていくのに同調してこう随伴していきますよね。波足よし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 、この中でその動きをですね、ごめんなさいこれ独特で私のやり方ですけど、少し同調する割合をちょっと小さくします。要はうまい途中動きづらいわけですよね。でも来いよ動けよ、でもそのシートで馬をちょっと動きづらくするために同調する動きを半分ぐらい制限して
ちょっと馬の背中を動きづらい、重たいようなイメージをします。当然波はしてるけど馬ゆっくりなります。で、前進するパワーはですね、馬が前に行こうかなと思ってるのに行けなくなります。で、それをですね、要は前に行こうとするパワーを抑えてこうシートの方に溜めるイメージですねを作ります。で、要は結果として前に行けって言ってるけどシートが重たければ歩幅を縮めてきます。要は1メートルあった一つのストライドをこう70センチにしていくわけですね。で、歩幅を縮めることによってちょっと馬ゆっくりになるし、歩幅小さくなるし、こうもぞもぞするような感じになってきます。で、そこで、ポイントがですね、その時これ1、2、3、4と書いてますけど、ほぼ同時にやります。時計が上がった体勢になることを妨げないで拳でって書いてありますけど、要はこう一歩ずつ歩いてるものが歩幅ちっちゃくなって動きづらくなったら馬行き場が、要はでも前に行けってやってるわけですから、行き場がなくなってどこに行くかって言ったら、もうこの頭が上に上がるしかなくなってくるわけです。ずっと、低い状態でいたけど後ろは入っても、でもここのシートで前に行きづらくなってきて、馬の行き場最終的にもう上がってくるしかなくなってくるわけですね。要はもう上に選択するしか行き場がなくなってくる。で、その時に手綱をまたヒコヒコしたりとか持ってしまえば、はみ受けをしようと思って持っちゃえばそれは全部潰しちゃうことになります。ですからこの場合は馬をうーって伸びてる場合は鼻面出ようが何しようが、逆に言うと頭を反る体勢の方がよっぽどいいわけですね。そっちに行ってほしいわけですから。ですからできるだけ拳を使わない、できるだけ使わないで上がってきたものをこれを OK にしなきゃいけないわけです。で、我々そうしときながらまた何かしようとしちゃう、拳でしようとしないことですね。まずは行き場がなくなって起きてきたものをオッケーにしてあげる感覚、要はもうコンタクトがあってほぼあるんだけどもう3グラムぐらいの話ですよ。指2本で持ってるぐらいの話ですぐらいの感じで、いかにしていけって言ってるけど拳を使わないで馬のストライドを縮めるかっていうことを実際試してみてください。意外と難しいです。で、意外とやったことないですよね、そんなこと。ああ、飲めんだよな今日は、まあ拳強いかなみたいな感じで乗っちゃうよりも、実際歩きながら縮めてみて拳使わないで馬の波足をゆっくりにすることってあんまりやったことないかもしれないですけど、それをちょっと試してみるとですね、馬なんだよ、どこ行くんだよ、うーって行き場がなくてこれ上がってくるのは、これも現象論としてほぼほぼあります。なので、そういった状況を作っちゃいます。で、はみ受けなんかよりもバランスっていう話をしたのはここで初めて、はみ受けよりも上がってきたものを OK、 それを尊重してあげる、その部分をある意味快適にしてやる、こういう推進が加わった時上を選ぶことが快適なんだな、はみもうーっと持たれたりしなくてもここで自分で上がってこれるんだなっていう、ここのスペースにですね、まあ、首が上がってくる、当然頭が上がってくるだけじゃなくて後ろ足が入ってきての前が上がるっていうんです。馬の体は1個です、僕らも1個です。後ろが下がれば前は上がります、前が下がれば後ろは離れていきます。ですのでその前をですね、解決するためにバランスを解決するためには後ろをいかに入れて、なおかつ前にその行くパワーを制御して上にこのスペースに上げてくるか、後ろが自転車でいうウィリーみたいなもんです、沈んで上がってくるってことですね。自転車も後輪が入れば前は上がるわけですから、もうそういう感覚ですね。それによって馬が自分で、これ根本的な解決です。その感覚が結構難しかったでしょ。さっき言ったように拳を使わないで馬を波足をゆっくりしたり馬のバランスが起きてくる、こさせる感覚っていうのをですね、試しにたくさんやっていくことによって、それが結構養われてきます。で、あの人何にもやってないのになんかうまいバランス起きてくるなっていうこともあります。それは実はこういうふうにしてる、
考えてやってるかやってないか別として、こういう形で起きてくるんですね。だからはみ受けなんかよりもバランスを起こさせる。で馬は、持っているパワーが前進するために使われなければ、パワーの行き場がなくなってこう踏み込みながらもこう沈下させて、ることに力を費やそうとするということですね。でその結果として馬のバランスが起きて前駆がこう起用する。これ馬術用語で関係起用なんですけど、関係起用と絶対起用っていう言葉、まあそんなどうでもいい要はそういうの後ろと前が関連して関係しているので関係起用という、こういった状況じゃなかったらただ前が浮遊して起用しているだけ、後ろは離れて前は、要は背中が折れててただ浮遊しているのとは違う、後ろが沈下して前と前がつながっている状況での関係起用といいます。はい、さっきの馬ですね、これは、ちょっと前に止めたさっきの馬ですね。まあこれ結構外見的に何してるかちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、また今やった波足をしていきながら、今もうすでに、少しずつゆっくりして頭は少し高くなってますよね。なんで今何もしてないようなんですけど、今のことを僕は考えてます。ゆっくりしてゆっくりして歩幅を小さくしよう小さくしよう、そうですね、拳はほぼ使わなければ馬は頭が上がってくると、また低くなるんだったらさらにキャンプで推進して前に行けよ、でもシートで前に行くなよ、前に行くなよ、シートほぼほぼこう動かさない、重たくする、また飲めるんだったら少し手楽にして少し早足にでもちょっとしてみる、で、頭上がっちゃっていいわけです。で自分で頭が上がってバランスを取るところに、作ります。おはみ受けなんかどうだっていいです。こうやってうなじが一番高い位置に来るっていうことですね。馬が頭と首の重さを、肩の上に乗っけてくるってことですね。これは先天的に首差しが低い馬です。もっと後天的にですね、はみ受けの悪影響のある馬で試してもよかったんですけれども、どちらかというと、まあ、こういうタイプの馬ちょっと分かりづらかったかもしれないですね、もっと飲めてた方がいいかったかもしれないですけど、まあ、こういった形で、うなじを高くすることを今の一見何も考えないで普通に動いてると思うんですけど、私はその中でもさっきの早足をしようがキャンタニオがそういったことを意識しながら、行け行かない行け行かない、じゃあお前行き場どこなる、上になってくるしかないっていう環境の体の使い方をしています。ちょっと分かりづらいですけど、でもそういう目で見てください。今の意識の一連のこう動きを同時にやってる感じですね。前に行けでも行かない、でも手は楽にで馬が起きてくるところを作る。まあ時折ですね、もともと低いんですからうーってまたのめってきますけど、そこでまた持っちゃうんじゃなくて、それだったら一回またゆっくり波足してもいいし、また動き出してもいいし、こういった、バランス改善の問題というのは非常に手間がかかるので、いやいやそんな時間ないんだよ、うちはなんとかやってるからっていう方いるかもしれないんですけど、手間はかけないと治らないですよね。ですから一頭とどうしても問題がある馬とはですね、避けて通れない、向き合うしかないので、どうか時間を作ってあげてですね、まあちょっと修正してみようかな、いつもこういう状況でわーっと走っちゃうよりもですね、ちょっと時間かけて馬と向き合ってみようかなって思う日があっても、それが馬のためにいいだろうし、これはそういう感覚はで乗ることによって馬がどういう反応するかっていうふうにですね、得られる皆さんの感覚の財産になると思います。もう業務的に流れ作業で馬をこうやっていくことももちろん数をさばくという意味では必要だとは思いますけれども、本当ある馬こそ何か解決しようという目的を持ってですね、馬と向き合う時間をいつもよりちょっと多く取るとかですね、いきなりキャンタする前に何か
ここで修正してあげようとかですね、そういう部分ですね、必ずもちろん先天的後天的あると思いますけど、できるだけ後天的にならないような形で、まず向き合ってあげるということが大事になってくると思います。ちょっと難しいですよね、ただ、ちょっと今皆さんがですね頭で思い描いてもらったこうイメージというかですね、まあ、私が無理やり植え付けするイメージなんですけど、それをちょっと試してみてください。私は、まあ、少なくともちょっとこじれた乗馬においてはほぼ今よくですね、私友人からバイスをやってる友人から電話がかかってきて、ちょっとこれどうにもならへんね、どうにかしてくれ、もう本当壁向けて止めないといけないって言われるとですね、あ、試したいな、潜っちゃってる馬をうわーって引っかかって行っちゃう馬を自分の今のそのこのセオリーでどういう反応するかっていうのがすごく興味があって乗せてもらいに行きます。で試してみたいわけですね。なんで、大体がほぼふわっと心地のバランス自分で持ってきます。で、あ、良かったのかなあれでっていうのがちょっとずつ僕も出てくるように、感覚的にまとめられるようになってきて、こうやって今皆さんに話している部分なので、嘘ついてるつもりはないです。ただその感覚をどうやって皆さんがこう体現していくか、これはもう言葉でしか話はできないので、あと1対1馬と皆さんがまたがった時の、その修正する馬と対峙した時の感覚が本当全てになってきますので、僕はどうしても言葉のヒントだけをですね、いつも、伝えることしかできないんですけど、まあ、そういった考え方でやってみて、遠回りするよりはちょっと試してみようかなと思っていただいて、やってみてもらってもいいのかなというふうに思っています。なんですが、僕らは場合的にはこの座りだったり、このアクセルのシートだったり、後部車だったり、これしかないわけですね。この組み合わせ以外に何もないので、例えばシートを9にして後部車を1にしてみよう、いやもう 9.5 にして0.5にしてみよう、いやもう10にして0にしてみよう、こういった僕ら自身が使えるそのこういった感覚をですね、外から見て分かろうが分かる前が馬には必ず感じますから、ぜひこういつも同じ感覚で強さで乗るというよりも、わざと自分の中のその使えるシート、拳、脚、もしくはウエイト、そういったものをたくさんこう変えてみる、変えてみて馬がどう反応するかというのをですね試すっていうことが、最終的にいろんな乗り方ができてこう組み合わせがあったりしますので、それを感覚的にこういった場合はこうしようかなっていうのが考えなくてもこうフッとできるようになってきますので、いつも同じ感覚よりも何か試すっていうのはですね、日々その皆さんの業務の中でもですねできると思いますので、そういった中でのこう自分のへのチャレンジみたいなものをですね持ちながら、問題ある馬こそこいつはさこうだからさって言っちゃっておしまいするんじゃなくて、まあどの馬にも必ずその馬のマックスの可能性っていうのはありますから、それを最大限やっぱり一頭ずつですね引き出せるような乗り役になりたいですよね。なので、ダメならダメなりにその最大限を引き出せるようなもののですね、乗り方だったり改善の仕方っていうのを作ってあげられればいいなというふうに、まあこれバイスの世界もこう思って調教しています。この後はですねほとんどちょっと、僕が言いたかったのはこの2つなんです。で、ちょっとまあちょっとだけ流していきますけど、まあこの競馬室通信ボリューム2まで作ってますけど、このボリューム3においては、今お話ししたうーって低くなる馬に対しての改善策を3には書こうかなっていうふうに思ってるだけで書いてません。まだできてません何にも。ただし、1、2では、頭を上げる馬に対して、どうしようか、まあ、2の方では究極立ち上がる馬なんてところも書いてあります。立ち上がる馬に対してどうしようかな、なんで立ち上がるのかなとかですね、そういったところも書いてあります。
で、3においては今度は低くなった今説明しているビデオで見てもらったものに対しての話をまとめますので、皆さんにはいち早くお伝えしたまでです。頭上げる馬だけで終わるよりはですね、両方話して、まあ、これ去年もですね、馬使って、説明したんですけど、よりこうやって少し、皆さんゆっくり落ち着いて聞いてイメージしてもらった方が分かると思って、この座学形式にさせてもらいました。で、まあ、ここから先はですね、まあ、ちょっと、軽く流して、一旦終わりたいと思います。まあ、内包姿勢すごく、さっき頭上げる時の馬の話ですけど、効果が あるということでですね、いろんな内包姿勢をきっかけにして馬の体勢を作りしたり問題解決したり、するというふうに使っています。まあ、先ほど話したように競走馬の前は内包姿勢よりも外包姿勢でキャンターを出したりしますよね。右キャンターを左外包、それは馬の構造上バーンと出やすかったり、回転の時も外包姿勢を取ってバランスを取るというのがあると思いますけども、ゆっくりの時には内包姿勢を取るっていうことが絶対ダメなわけじゃ僕はないと思ってます。まあ、あと統計の進展とかですね、これもさっきから言ってますけど、リラックスするさせる部分には必要だけれども、これがうわっとただバランスと重心が前に行っちゃうだけの運動になってしまうのがすごく危険性がある。統計の進展ありきで馬を調教したら、さっきのように後天的にバランスを前に崩すだけの馬になっちゃいますよっていう危険性もある。重心が移動しない統計の進展というのは理想です。難しいですよね。だからデメリットとしてバランスの前方への崩れ、本来セルフキャリッジの中でのとは重心を移動しほぼしないまんまこう伸びていくっていうのが必要だということですね。まあ、ウォームアップでは必ずやる、僕らはやる運動の一つになります。それと、まあ、映像で見ればこれも、まあ、元競走馬なんですけど、名前忘れちゃった、フィールドルージュって言いましたよね。ダートだっけ、じゃバックアップダートでしょ、の2着だっけ3着でしたっけのフィールドルージュっていう馬はですね、すごく客員に良くてちょっと敏感でちょっと大変な子です。まあ、これをちょっと再調教している状態での馬ですね。てか、まあ、おそらく競走馬だったり競馬ではやらないと思いますけど、まあ、ちょっと参考まで2の話です。まあ、緊張状態じゃなくてですね、まあ、リラックスして背中使って伸びていけるっていう状況を、まあ、ウォームアップの緊張の緩和として使ったりしています。この、まあ、本当にその環境が変わるとすごく大変な馬でしたね。これも駆け足でのウォームアップですね。できるだけこういった形で動いていきます。まあ、これも強制じゃなくてですね、そっちに仕向けるっていう状態ですね。これを、まあ、ちょっと画面悪くて申し訳ないですね、緊張したらうわーって上がってきてもすぐふーっと下に持っていくように、こっちがはーっと力を入れるんじゃなくて、いやこっち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 っていうような僕らのメンタルですね。いや、馬ができんだから僕らもわーっと力むんじゃなくて、馬ができんだ時こそこっちの筋肉、お尻の筋肉も抜いてあげて、拳の筋肉も使ってやめて使ってやめて使ってやめて、でこう下にまたふわっと戻っていくっていうような感覚を持つようにしています。で、その後に、まあ、これバグの話さっきしましたからやめときます。なんか来たらバグなんか使うなとかって言ってたでだけが一人歩きするとなんかちょっと怖いのですね、まあ問題解決は最終的には僕らのつながってる生きてる拳で何とかしたいなっていうのが私の理想です。絶対ダメだと言ってる意味じゃなくて、こういう道具がありますよということです。で、馬体の歪みなんて話もこれ考えてたら今日皆さん寝れないのでこれは流します。
どんな馬も左右対称ではないですよね。まあ、まねに言いますけど、まあ、僕らも右利き左利き、まあ、それと同じ風にして考えていいのか分かんないんですけど、そういうのあると思いますので、馬にももちろんそういう問題あると思います。左右への屈曲弁当の違い、口向き、それが口向きと出る、まあ、口向きの話もですねしたいんですけどまあちょっともし時間あれば、でまあどっちかの肩だけわーって張って逃げるとか、こういう兵器ありますよね。これも乗馬でもあります。でまあ二定石運動って言ったりしますけど、羅列するとこういうのがいっぱいあります。まあ、これもほぼ説明しませんけど、今日はですね、こういった形でいろんな横運動をしながら馬の、まあ、今日は最初に前後のバランスの問題が一番重要なので、その話をさせてもらいました。今度は左右への問題もありますよね。前後左右のその左右の問題を解決していくっていう意味でのトレーニングの治療です。ごめんなさいね、ちょっとこういろいろ駆け足になって、まあ、ショルダーフォア、肩をちょっと前、ショルダーイン、ここが、まあ、正面から見て3本の足に見えるようなイメージですね。それと、まあ、ちょっとわざと深めにショルダーフォア、いや、ショルダーインをしてみるようですね。そういったものです。これ、まあ、皆さんおっぱいしているので、ぜひ、まあ、ショルダーインのイメージですね、読んでみてください。まあ、もうすぐ終わります。肩内から何かを見てもらいましょうかね。これもさっきの、フィールドループですね。まあ、本当にやり始めた頃なのでほぼ安定しませんけど、まあ、正面から見て、右に、まあ、ちょっと深くなりましたよ、ね、また戻りました。こうなんていうんですかね、馬の肩を我々自身がこうコントロールしていくっていうような感覚ですね。ですから、我々は馬の腰も、そして、馬の腰も、なんて言うんでしょう、肩もありとあらゆるこの部位をですね、自由にコントロールしていくっていうことが、必要になると思います。ですので、そういった意味では、なんて言うんでしょう、どういう間であっても曲がってる方とは逆に曲げてみるとかですね、しかもそのある特定の部位だけをこうコントロールするっていうことも実は、必要だと思います。これ、まあ、後ろから見た場合ですね、肩だけが少し後ろに入りな内側に入りながらも方向性はまっすぐ行くとかですね。これはもちろんコークの柔軟、これが腰が入ればコークの柔軟性ですし、肩であれば肩の柔、まあ、可動域を広げる運動だったりですかね、そういった部分だと思います。まあ、キャンターで大幅でわーっと大きく動きますけど、こう、まあ、これ中間早足って言います。早足もじゃあ最大限体を動かしてあげるとかですね、まあ、どこまでこう馬が体を使えて動けるんだっていうところも結構求めたりします。まあ、この先に身長早足がさらにありますけど、それはまた力がついていった時の動きだったりします。で、まあ、バイスの最終的な目的はゆっくりとした駆け足でしたということで、最終的にはですね、駆け足キャンターのコントロール、要はキャンターのコレクション、コレクションで集める、パワーを集める、収縮。で、これサラブレッドでもできるわけですね。なので、これがゆっくりしていったら、先ほど最初に見てもらったアババイスのピルエット、後ろ足を中心に回っていくことですとか、そういったことをサラブレッドでも最終的には調教します。我々しています。ですので、サラブレッドの可能性っていうのは、そういった部分でいろいろあるわけですね。それをじゃ あ皆さんがやってる育成の前にやりなさいという話じゃないですよ。じゃなくて、そういった部分までですね、
馬のこう可能性っていうのは秘めてますので、そういった部分を引き出す役割をですね、皆さんに、もう埋まって、あれできる、これもできるっていう考えを持ちながらですね、アプローチしていくと、その馬の可能性をよりですね、引き出すような考え方ができるのかなっていうふうに思います。まあ、最終的にはですね、馬を自由自在に、持っていく、こういった馬の人間の意思だったり、馬の統計の位置、低い高い左右、まあ、肩の位置、肩の位置やりました。で、緊張していいよ、今緊張してんだったら、それをずっと緊張しっぱなしじゃなくて、ふっと人間の不順によってオフにもしてあげられる、オンにもしてあげられる、そういった部分ですね。まあ、バーベースにおいては、うわーって究極にパワーを求めた後にふわーっと波足してリラックスしているものを求められたりします。そういった馬のメンタルのコントロールということですね。これですね。で、折り合い、これは競馬でいう折り合いだもあると思います。うわーっとこう引っ張ったまま、まあ、いつまでもこちらが何かをしてなければいけなくなる状態じゃなくて、馬が自分でセルフキャレッジして折り合いをつける。で、パワーがまっすぐ行くには伸直性、透過性です。抜けていることです。これがうーって肩が張って走ってたら、これ最大限速くなんか走れないんですよね。これバイスも一緒です。肩が曲がってた、腰が曲がってた、どっかがずれてれば最大のパフォーマンスはできませんので、そういう意味ではゆっくりだろうが速くだろうが、伸直性と透過性というのが必ず重要になってくるかなっていうふうに思います。はい、とりあえずですね、ちょっとまあ最後のちょっと駆け足で申し訳なかったんですけども、ちょっとこういろんな馬をいながらも、馬の頭数たくさんいるけど、ちょっと頭緊張しちゃったりバランス低くなって、要は馬のはみ受けというよりバランスの話をですね、させてもらいに来たようなもんです。バイスイコール苦しい馬は体勢だとかっていうような形じゃなくてですね、バイスも苦しい体勢では丸くなってるんじゃなくて、馬が受け入れてあそこでパワーを貯めてるイメージですので、ただ、バイスと競走馬と求める部分も違えば、でもいい意味で応用ができる。うわっとこう癖がついちゃったものに対して、そういった感覚で馬を導いてやるっていうことは絶対的に有効なのかなと思うんですね。まあ、海外のジョッキーなんかが非常に活躍したりですとかしてますけれども、彼らをずっと見ているとやっぱりちょっとそういった、これはバイスなんて彼らやってないと思いますけれども、そういった結局バイスという言葉じゃなくて、馬に対してこうしてるっていうことは共通だ、同じ浮上を使ってたりしますから、そういう意味ではバイスとかっていう言葉じゃなくて、馬を今どういうふうに気分良くしてやろう、どういう体制に導こうっていう方法ですね、っていうのは何も関係なくですね、バイス運動関係なくできるのかなと思います。ですから私は友人でそのイギリスに何十年住んでる人もですね、いやイギリスのニューマーケットの調教師の世界でもバイスの人が来たら毛嫌いするよってよく言います。要はバイスもう理論的なものじゃなくて、そういうものじゃない、俺らを競馬やってたっていうような感じのものがあるんですよね。で、だけれども、まあ、バイスの選手が競馬の世界入ってすぐ G1 取ったとかっていう話も、まあ、マーク取ったとかですね、その辺もあったりします。まあ、要は、何かをこう馬に対して最大限のパフォーマンスを発揮するっていう意味では共通してるはずですので、そのために僕らが馬の背中で何ができるか、何をしてやるかという部分では本当に、同じなのかなと思ってですね、こういうような資料を作ったり、まあ、ちょっとこう誤解をしているそのバイスの応用の仕方だったりというものをですね、こうなんか取っていきたいな、取り除いて逆に有効に利用してもらいたいなというふうに思いますので、こういう機会を持たせていただきました。またお越しいただいたので非常に嬉しく思います。はい、まあ、講義自体はちょっと以上になりますけど、逆にこうなんか皆さんからそれ反対みたいなのありますか？反対じゃなくて質問でもあるんですけど、はい、お願いします。JRA さんで
ウィズアップセールやってくるんですけども、それに関しては田原さんの今のやり方もウィズアップセールでやる出す馬の育成として取り入れてるんですか。どうですか。まあ、私が乗ってるわけではないんですけども、まあ、あの乗り手もですね、まあ、今日この北原課長来てもらってるのも職員の、現地指導ということで、日高育成牧場の、ブリーズアップセールに騎乗している職員に対しての、まあ、指導の目的で来てもらってて、まあ、その中でこういう講習会やってもらってます。ですので、まあ、同じ、まあ、あの考え方を、持とうという意識をみんな持ってますし、それに向けての、騎乗技術を、スキルアップしていこうっていう努力はしてますので、できるだけこういうことができるようにみんなやっていきたいと思ってますし、セールに出している馬たちはそこに向かって、調教をしているつもりです。まあ、もちろんあの足りないところがあったりですね、もう少し、時間かけたらっていう馬もいるかもしれないんですけど、まあ、意識は、同じでやっているつもりです。はい、あの、まあ、直接ですね、僕らブリーズアップに関わっているような職員と指導したりもしますので、まあ、あの必ずみんな同じ能力じゃないので、どうしてもその個人差だったり自分が持ってる考え、これあの馬に対する考えっていうのは人それぞれだと思いますし、いろんな考え方あって僕はいいのかなと思ってますので、あの僕が言ったことに対して彼らがどう選択してるかっていうのは、まあ、正直見てわからないですけどね。まあ、そういった意味であの伝えることはたくさんしていますので、それを彼らがこう体現していってくれてるっていうふうに信じたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。よろしいですか。はい。何かありますか。もっとこう簡単なお話でもいいんですけど。はい。はい。振り幅があります。はい。あれ感じないして後ろに体重かけちゃう。はい、はい、はい。あの結局後ろに倒れるって。どっかに捕まんなきゃいけないですもんね。なんでどっかに捕まってるってことは手綱だと思いますし、その上、人間のウエイトってすごくこう重要、馬の背中の上で重要なので、こうバランスを後ろになって崩れていくことは本当に使わなきゃいけない場面ってあると思うんですけど、そういった時にもう効かなくなっちゃうので、ですから完全にこうニュートラルっていう状態をやっぱり、実現してなければやっぱ分かりますよね。教える場合にしてなければ、それはもう言葉でその部分は後ろだからもっと前に、もうシンプルです。前に乗れ、もしくは僕ら座っててですね、逆にふわってこの前に体重をかけちゃってる人に関してはもっとそっくり返れっていう言葉を使いますし、そっくり返ってればもっともう前傾しろっていう言葉で、でいいポジションになった時にそこだという感覚、それで実はまっすぐだよ、お前それで前かがみになってるかもしれないけどまっすぐだよとか、後ろそっくり返ってるかもしれないけどそれでまっすぐだよっていう感覚をこっちがやっぱり言ってあげないとわからないと思いますので、やっぱりその動いてる瞬間のその人間の状況をやっぱり伝えるってことだと思います。 でそれを直すには極端な話をします。今言ったように前かがみやったらそっくり返る、そっくり返ってやったら前傾しろ、あそれやりすぎっていう、でもやりすぎってことはそれだけ動ける直せるってことなので、そこの場所の一番ニュートラルの部分を見た感じ探してあげて、そこまっすぐだと思うよっていうところを伝えてあげるべきだということです。間違って腰を投げると動かす、はいはい、それは座っててですか。前に出そうとして、あはいはいはい、そうですね、あのそれも極端な話、あなたがいくら体を揺すったって馬早く動かないよって言います。僕はいくらギコギコしたってそれ馬邪魔してるだけで馬は何も速くならないよ。まあもちろんそのジョッキーに対してはまたいろいろ考え方あると思いますけどね、この推進の仕方、ウエイトを使うっていうのもいいと思うので、でもそれを本当に使う時っていうのは競馬の実践だけだと思うんですよ。本当にレースだけ、本当に調教だとか育成するときに僕らが何て言うんでしょう、動く必要って競馬以外の本当のレース以外でない、必要ないのかな、僕これは僕個人の考えですけどないと思うので、それはもう本当にもうバランスを崩すだけの話なので、で馬もその不安になるだけなので、やっぱり
もう動かないところをそのさっきのこうポジションと同じようにですね、説明して、お前が動いたって何も関係ないだろう、無駄な動きはやめなさいっていう話を、まあ、させてもらうかなと思いますね。はい、ありがとうございます。あと何かどうですか、倍率的な話でもいいですよ。倍率的な話の方が助かるか。はい、はいはい、はい、いいですよ。競馬は見ますよ、もちろん、はい、競馬場にも行って誘導馬をするのが私の仕事だったりしますから、実際競馬見たり、詳しくはないんですけど、馬にあのどの馬が今強いとかそういうのはじゃないんですけど、競馬見ますし、まあ、あのジョッキーがたまに習いに来たりとかしますので、彼らと話もしたりして、競馬自体はやっぱり見ますね。はい、その中で、はい、まあ、G1 とかでもいいんですけど、はい、見て、その時に、やっぱりさっきおっしゃったみたいに、あ、前が崩れてるなとか、この前って重心がちょっと後ろに出て、髪受けがとかいうのを見て、自分だったらこうするのになとか、この前って本当はもし自分がやれたら、こういうふうにしてみたいなとか、うん、はい、そういうのって感じることってあるんですか？ありますね。ただ、今日お話しさせてもらったのって、結構、その馬ってもう全速力で走ったらバランスってこんななってる馬いないんですよ。競馬って最大限走ると馬のナチュラルバランスに絶対なると思うんですよ。なんで、バランスに関しては本当にもともと持ってるバランスをこうトレーニングの中で変えていくんですけど、競馬になった時にはそのあんまり見た目全部同じようなバランスを取ってくるので、やっぱり競走馬って本当に本気で走れば自分のバランス、自分の持ってる一番いいバランスになるのかなという考えはあるので、そこまでその調教場のゆっくりしたりとか、調教場どういう馬かっていうのは、あの競馬以外のところで見ればすごくそれは思うんですけど、実際の競馬を見ててこう引っかかったりする馬が特にですね、やっぱり、競馬で直すんじゃなくて違うところで直せるんじゃないかなっていう思ったりはします。だからあの前に、まあ、この間のモーリスもそうですけど、前に馬がいなくて引っかかっちゃったとかっていうことじゃなくて、なんかやっぱり自分自身にたこうパワーがたまるような、なんか状況ってこうしたらできると思うのにな、普段からその何でしょう、自分でバランスを保つようなキャンタをしてあげる、これは理想論です、僕調教師じゃないのでなんですけど、そういうことをやってたら良くなると思うんだけどなっていうふうに思ったりはしますね。はい、それが本当に僕が調教師にならない限りできないので、ただすごく興味がある、ところだなと思ってます。はい、いいですか？具体的にどうなってくるのか、これはオフレコでお願いします。なんか俺すぎ批判してるよみたいな感じで導かれちゃっただけです、僕。誘導ジムに引っかかっちゃって、いやいや、あの冗談抜き、まあ例えばの話、はい、そんな話、最近の話ということで、ね、はい、あと何かございますか？はい、お願いします。競走馬でよくブリッジでこう取るんですけども、これのメリット、デメリットを教えてください。これはあの僕ブリッジあんまり使って乗らないので、箇所どうですかね。私もそんなに人に説明するほど理解してないかもしれないんですけど、まあ、あの頭乗ってる時にはやっぱりあの左右のバランス、崩さずに乗りたいというところ、まあ、人間のバランス崩さないっていうようなところの、まあ、あの拳をあまりいじらないで、まあ、乗ってほしいなっていうところが、JRA で育成馬に乗るときにブリッジで乗ってくださいっていう言い方をするときにはよく使ってます。詳しくはあの JRA の管理指針っていう冊子にですね、このブリッジで乗ることの有用性っていうのを書いてますので、もしよろしければ、どなたでも差し上げますので、帰りにでも行っていただければお渡しできます。あの今秋山が言ったようにですね、ブリッジ自体はやっぱり、必要な場面とずっとブリッジ使わないとね、
そういったその使う場面というのがあると思いますので、私は、最終的には自分の2ポイントでバランス取って、あとは本当に純粋に馬とコンタクトの関係をこう重視する方向にあります。僕もそのもし育成馬の仕事をするんであれば使う場面もよくよく考えると思いますけど、正直そこのブリッジを対応してるにしてる職種でもないので、ちょっと明確な答えは今秋山課長にお願いしたんですけども、そういったメリットデメリットっていうのは必ずあると思いますので、まあ、本当に馬をこのバランスよく動いてるんであれば邪魔をしない意味ではブリッジで軽く乗ってあげる、それもこう経済的な形だと思いますね。それと、まあ、馬を修正しなければいけないときはもうその拳でコンタクトで対峙する、さっき僕が説明してしまったようなものである、そういった使い分けなのかなというふうに思います。すいません。はい、いかがですか、よろしいですか。まあしょっちゅうは来れないですけど、まあ金曜日までいますし、まあ皆さんもお仕事忙しいとは思いますけど、もしご意見あればですね、もしくは質問があればですね、アンケートに書いていただいたり、まあこの KYS 通信の方にですね、メールのアドレスも書いてありますので、もしよろしければこう質問なりしていただいてですね、もしかしたらそれを材料にまたこの資料を作る、言い方悪いですけどネタにしてもらうかもしれませんし、逆に、どういうふうに考えているかということはお返事しますので、どういう方にしろ、まあ、皆さんの意見をですね、まあ、これも全然正直に言っていただいて構わないです。今日の講義あんまり意味なかったんですとか、いや考え方は逆だとかですね、そういった意見でも結構ですので、いただきながら改善して、まあ、日本の競馬の下支えをしている、いただいている皆さんとですね、やっぱり最終的にはまあ、我々がその愛するサラブレッドをですねやっぱり良くしていきたい、また血統だけじゃなくてですね、騎乗技術ですねの部分でもやはり海外にですね追いつくようなシステム作りもですね、せっかくですね、仕事として、まあ、我々もやってますので、協力し合いながらですね、高め合っていければいいなというのが私の願いであり理想でもありますので、まあ、皆さんの意見もですねいろいろ教えを取りながらやっていきたいと思いますので、まあ、今後ともですね機会あるたびにお話していただきますので、また機会があればお越しいただければと思います。本日はどうもありがとうございました。